乾杯。坂商日本酒学講師、酒ディプロマ3冠達成の吉川明です。いつも日本酒女子の酒講座をご覧いただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、魚介類に合うお酒を紹介します。ということで今回ご紹介するお酒はこちらです。搾りたてヤマハイ生酒かすみつるのお酒です。そう、兵庫県のかすみ、日本海側のね酒蔵さんのお酒なんです。で、なんで今日ご紹介するのかというと、そう、約束です。約束っていうのも、大人旅歩き旅という俳優の三田村邦彦さんと一緒にね旅をさせてもらっている番組があるんですけれども、ちょうど先日ですね、兵庫県の霞と城崎のあの辺りに行かせていただきまして、おいしいおいしいカニをいただきました。そう、松葉ガニです。うん、もう私ね、こんなおいしいカニって今までどこで食べたっけなと思うぐらい、久しぶりにちゃんとしたカニをいただきました。で、今カニってもう年々高騰してるじゃないですか。で、あの城崎のあの辺りをねブラブラとこう歩いてたんですけれども、あの地元ですら一匹ですよ、松葉ガニ足折れですよ、3万円、ひえー、高いと思って、で、その中で一番そのカニのサイズが立派で、いわゆるタグ付きですね、で、甲羅のところにあの黒いブツブツが あるやつで、1匹いくらだと思います？税込み7万5千円。いや、どなたが食べるんだろうかって思ったんですけれども、まあ立派でした。で、こうその7万5千円の松葉ガニをねこう持たせてもらったんですけれども、すごいずっしりで、身がたっぷりと詰まってるみたいなんですよ。うん、やっぱりこうずっしりするものがいいとされてるみたいなので、それ食べたかったんですけれども、さすがにそれはいただけず、まあでもその番組でお世話になった、まあ、お店があるんですけれども、そのカニ、松葉ガニ美味しかったんですよ。で、もうフルコースですよ、カニのお刺身、お刺身もね全然臭くなくて、もう身がパンパンで甘みが、そう、カニもいただき、カニの焼きガニもいただきましたし、しゃぶしゃぶもいただきました。で、感動したのがお味噌のしゃぶしゃぶ、こんなん食べたことなかったんですけれども、全然臭みもなくて甘みと旨みがギュッと詰まってたんですよ。そういう贅沢尽くしの番組、お仕事で行かせていただきました。まあここで自慢させていただいたんですけれども、そのオンエアはこの YouTube どのぐらいでアップするかわからないんですけれども、1月の最終週の土曜日に番組はオンエアされるようです。で、放送エリアは、まあ、関西圏なんですけれども、関西以外の方も見逃し配信 TVer で1週間以内にあれば全国から見ていただきますので、よかったら美味しいカニを食べてるシーンをご覧くださいと、まあ余談でいろいろとお話ししたんですけれども、そのカニを出してくださったお店の方にいただいたお酒がこちらのかすみつるの搾りたてヤマハイの生酒です。もうかすみと言ったらかすみつるなんですよ。うん、私もこのお酒が好きでですね、まあ飲む前から、まあ、絶対美味しいんだろうなっていうのは気がしてるんですよ。で、このかすみつるさんね、全量ヤマハイ肝と仕込みなんです。っていうのはヤマハイ肝っていうのはもう昔ながらの作り方です。ものすごく手間暇かかってるんですよ。自然の乳酸菌をこうね使って、でこう倍増やしていってですね、で酵母も元気よくするというようなこの作り方、それで作ってるので、少なからずやっぱりコクッと酸味もしっかりとしてます。で、そういったお酒にはまあ間違いなく魚介類、カニ
合いますね。とまあうだうだとお話ししましたけれども、早速この搾りたて山灰の生酒、そうこれね、おかみさんが言ってたんですけれども、冬季限定、逆に冬しか作られていないお酒です。はい、これは、あ、それではいただきます。乾杯。おお、爽やかないい香りが漂ってますね。うん、あのレモングラスとかミントのような爽やかな香りに、ヨーグルトのようなあの乳酸の香りがしますね。うん、おー、あ、これ、うん、カニとか、あ、お刺身に合うのがすごくわかる。今手元にないんですけれども、うん、あの口の中でカニとこのお酒を合わせてますうん、合うっていうのも、やっぱりあの最初フレッシュさもあるんですけども、ちょっと甘みも、うん、結構そうですね、感じられますね。でこうフルーティーな香りではなくって、そのプンプン今流行りのこのフルーティーっていうような香りではなくて、ちょっと香り自体は穏やかです。なのでこうよく嗅いでみると、ヨーグルトのようなあの爽やかさで、ミントとかのような爽やかさもありので、口に含んだ瞬間丸みもありますね。で酸も程よくありますし、で後味がサラ、そしてキリッとしてます。うん、これ飲みやすい。で実は私ね、これ醸造アルコールが入ってるんですけども、これものすごく綺麗に醸造アルコール入ってるので、いわゆる醸造アルコールのそのビリッとした感じとか、あとアルコール臭さとかっていうのが、いや、うまいこと何消されてるというか、美味しいですね。このヤマハイの、うん、アルコール添加美味しい。しかも生酒でフレッシュさもありの、うん、これは冷やして飲んでもらうか、もしくは常温で飲んでもらう方がおすすめです。でこれ今ちょっと手元にね、白ワイングラスがあったので、白ワイングラスで飲みましたけれども、フルートグラス、シャンパンを入れるようなああいうフルートグラスで飲んでもらうと、よりこう口に入った時に柔らかさっていうのが感じられやすいので、そういったものがお好みっていう方であったら、フルートグラスもおすすめです。うん、あー、いいですね、美味しい。あ、どんどんこのヨーグルトのこの上澄みのいい香りが、うん、あ、カニもだし、カニのこのお作り、カニのお作りにお醤油ちょっと垂らしてで食べても美味しいし、お塩も美味しいな、で焼きガニも美味しいな、でブリしゃぶとかも美味しいし、ブリのお刺身もいける。でやっぱりこのカスミなので魚介類も合うし、であとお肉、田島牛もう相性がいいですね。あのお肉のこの旨味っていうのをこの、 あのお酒でうまいこと洗い流してくれる、で旨味だけ残したっていうような、あの合わせ方もできますし、あとお出汁、お鍋にも相性がいいですね。うん、ってなったら煮込み料理、その肉じゃがとか、うん、そういった煮物料理にも相性がいいです。やっぱりそう思うと、地産地消、カスミのあの日本海側のお料理には間違いなく合うと思いますのでね、寒い時期に温かいお料理、そしてお魚、ね、魚介類、カニと合わせてみたら、ものすごくあの美味しさの2乗3乗になりますので、よかったら試してみてはいかがでしょうか。冬限定の、冬季限定のお酒です。
ということで今回はかすみつるの搾りたて山杯生酒の冬季限定のお酒を紹介しました。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。メンバーシップの登録もお願いします。以上、日本酒女子の酒講座でした。またねー。